では皆さんおはようございます。おはようございます。盛岡は今は桜が満開で素晴らしい季節を迎え、私たちも神様の恵みを存分に味わうことができ感謝をします。2018年4月22日第一礼拝を始めます。ではその前に総額の中で神様に思いを寄せ、また週末臨みたいと思います。高らかにいつも褒めたたえます。
られたアロンとその子らについて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。愛する天のお父様、まあ、あなたの聖なる皆を賛美いたします。こうして本当に素晴らしい季節を迎えることができ、またその中で私たちもこの短い時間ですけれど、心を合わせてあなたを礼拝し感謝をする、この時が与えられていることをありがとうございます。また子どもたちもこうして共に礼拝をする恵みに預かっていることをありがとうございます。また新しい出発をした方も一緒に礼拝することができありがとうございます。今日が救いの日、恵みの日、解放の日、癒しの日です。主が豊かにこの中に臨んで、私たちの中を生き巡り、あなたの技を成してくださり、また私たち一人一人があなたと顔と顔を合わせてお会いすることができますように導いてください。また全世界で行われている礼拝を祝福し、またこのところから使わされていたフィリピン、オーストラリア、所沢、花巻の働きを今日もあなたが力づけ、主の豊かな技を成してくださいますようにお願いいたします。また特に私たちの中では本当にこのいろんな問題の中で、まだ感謝に立って賛美に立って私たちは歩んでまいっています。そのことを祝福してくださり、私たちもイスラエルのために祈り、また兄弟姉妹のために、またそのご家族のために、またリバイバルのために祈っていく中で、私たちのうちにもあなたの豊かな癒しとあなたの解決が与えられていきますようにお願いいたします。感謝をいたします。今日もあなたの言葉を語ってくださり、私たちが本当に心が開き、また目が開かれ、耳が開かれ、あなたの言葉を受け取ることができますようにお願いします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では続けて賛美をしていきたいと思います。歌集の40倍の11番Oh
席ください。本日の聖書朗読は創世記3章一番前の方の創世記3章1節から4節まで。聖書を持っている方はなるべく開いてみてくださいね。創世記3章は一番最初の創世記の3章の1節から4節までです。では司会者の方で朗読させていただきたいと思います。創世記3章1節から4節。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。このところから見よ私は新しいことをすると題してですか。多分ちょっと違うかもしれない。あ、じゃあかった。ごめんなさい。相対的、私なんか違うところを読んで申し訳ありませんでした。私のミスでした。相対的理論と題してメッセージをしていただきたいと思います。ではその前に特別賛美をお願いします。まさに桜が満開なので、じゃあ桜の賛美を演奏させていただきたいなと思いまして、歌手の274番桜を演奏させていただきます。Thank you.
ハレルヤ。何か今の曲、台湾たちの曲歌っておりましたが、しっかり心奪われて、お階段の素晴らしい演奏を感謝します。この礼拝はインターネットによって全世界全国に発信されております。それではもう一度ご決定いただいて、歌を歌集から326番2曲歌いますね。228番、
全てを感謝し、また神を喜ぶことを絶えずなしていきなさいと称せられます。主を喜ぶことこそが力であり、また聖霊の清さであり、神の知恵であることを覚えなさいと称せられます。あなた方はもっともっと私を信頼し、私がどんなに素晴らしいことをあなた方に備え、また導いているかをと待ち望み、また信頼しなさいと称せられます。私が出すのをあなた方がこの邪魔をしないように、この感謝を持って、このまたと信仰の歩みを続けていきなさいと称せられます。私はあなた方がこの地において50年目を迎えていることをよく知っていると称せられます。その信仰とその忍耐とその忠実さの上に、神が大いに喜んでいることを覚えなさいと称せられます。この捨てられた石がこの礎となったことを覚えなさいと称せられます。私はあなた方が捨てたようなものも、またそれを用い、またそれを働きのために使っていくようなものであることを覚えなさいと称せられます。だからあなた方は簡単にこの見捨てたりこのすることがないように、この忍耐を持ってこの祈り続けなさいと称せられます。この年は50年目、聖書にあるようにヨベルの年、大いなる自由の時、解放の時であることを覚えなさい。失ったもの全てをもう一度取り返す時であることを覚えなさい。聖霊が激しくこの地に臨み、大いなる救いの技が、リバイバルの御技がこの教会を通しこの地に全地に広がっていくことを覚えなさいと称せられます。まだこの過去のこともこの現在のいろんなこの難しいことに関しても、この感謝をしてない部分があることを覚えなさいと称されています。あなた方は細かく思い出すために、また今このある状態についても一つ一つを丁寧に感謝を捧げ、またそのことを通して私が働くことを信じていきなさいと称されます。ハレルヤ。それではもう一度先ほどの316番1回だけ歌いますね。そしてメッセージに入ります。316番、オーグローリーハレルヤ。主よ、光